ハッピーバースデーレコメン、レコメン20周年おめでとう。あなたの夢叶えますウィーク開催中、矢吹奈子のレコメン。文化放送をキーステーションに生放送でお届けしている矢吹奈子のレコメン。ここからはゲストと一緒にお送りしましょう。今夜のゲストはこの方々です。せーの、ショーイロー。こんにちは、ラピルスです。よろしくお願いします。ということで、まずはラピルスについてご紹介させていただきます、はい、数万人が参加したグローバルオーディションから選ばれたメンバー6人による韓国初の多国籍ガールズグループ。韓国語、英語、中国語、日本語、スペイン語、タガログ語など様々な言語を使いこなし、国際的に活動中。そして本日日本デビューを迎えました。改めておめでとうございます。ありがとうございます。シャナさんとベスさんからお話を聞いていきたいんですけど、はい、シャナさん、はい、グループのリーダーということで、改めてラピルスはどんなグループになっていますか？はい、私たちはラピルスっていう名前自体が光の方向によって色が変わる宝石っていう意味のラテン語で、うん、はい、でまさにそのラピルスみたいにステージに立った時に、うんうん、みんな個性が違うけど一つになってすごい輝くみたいなコンセプトでやってます。素敵です。いや、日本出身ということで、日本はいつぶりですか、シャナさん？去年の AAA の時に来て、うんうん、それ以来になるんで半年ですね。そっか、半年ぶりの日本いかがですか？いや、めっちゃ楽しいです。嬉しい。他の皆さんも日本どうですか？お手を言うボンボン。はい、もちろんです。あ、めっちゃいいですか？めっちゃいい。楽しいです。楽しい。面白い方です。面白い方です。はい、ということで、あのアンケートを書いてもらったんですけど、そこにシャナさん、東京にある生ドーナツのお店が気になっているって。はい、これはどこのドーナツですか？え、これが、はい、アイムドーナツっていうところ、はい、今めちゃくちゃ人気じゃないですか？流行ってますね。大人気ですよね、はい、まだ食べたことはないんですか？ないです。あ、そっか、食べたことあるんですか？あります。いいな。そう、今ね、なかなか並んでて買えないぐらい大人気だから、ちょっとね、並ばれたんですか？はい、私自分で並んで、ただ雨の日だったんで、そんなには大行列になってなかった日で、運よくすぐ買えました。雨の日に行けばいいのか。そう、雨の日と、あとね、あ、これ言っちゃったらその時間に来るようになっちゃうかもだけど、2時とかが結構空いてるって聞きました。ほんと、よっしゃ、うん、行ってみようかな。いや、でもなんか差し入れとかでこれから日本でこう活動してたら来そうな気がするけど。嘘、どうなんだ、そんなのあるんかな。めっちゃ、あ、期待しすぎたら良くないかもしれないから。やめとこう。食べれたらいいですね、今回のこの日本で、はい、食べたい。続いてベスさん、はい、韓国出身ということで、韓国語の方がいいですか？でも日本語も結構喋れますよね。日本語、英語のって、配信したよ。お、配信したよ。できますか？あー、え、あ、こんにちは、私は、かわいい猫ちゃん、弟子です。かわいい。かわいい猫ちゃん、確かに猫顔ですね。はい。猫。かわいい。じゃあ、好きなキャラクターはいますか？チョアのキャラクターいったよ。はい、あります。うん、クレヨンしんちゃんの、ぽーちゃんが大好きです。理由はありますか？あ、なぜなら、うん、鼻水が垂れてる姿が可愛いです。シンプルな理由、鼻水が可愛い。はい、可愛い。めっちゃ可愛い。でも韓国で人気ですよね、坊ちゃん。韓国人気マン超。お、あ、はい、坊ちゃん。人気マン、人気？人気。おー、うん、人気なんだ。いいですね、アニメいいですよね。はい、ということで、じゃあ次、シャンティさん。はい。4カ国語喋れるんですか？サゲグ語喋れるんですね。はい、ねえ。わあ、すごい。あとね、アンケート見たら、日本のアニメをよく見ているそうなんですけど、好きなアニメはありますか？日本애니를자주본다고들었는데、좋아하는애니。ねえ。저애니메이너무너무좋아해요。제동생이랑많이、アニメ많이봐가지고。근데요즘은、제가제일빠진애니메이는、그、오시노코？제일새로운건데、매주계속그에피소드계속기다리고있어요。最近は推しの子をよく見てるそうなんですけど、よく弟？妹？はい。
弟妹がも日本もっと大好きで、はい、もう自分でも私オタクとか言ったりするぐらい、そうなんですね、オタクです。ちょっとね、日本で聖地巡礼とかしてほしい。聖地巡礼ってなんて言うんだ、なんて言うんだろう、聖、わかんないですね。難しいですね。こう、君の名は、ああ、まだ好きですか。君の名は、はい、うん、進撃の巨人、呪術廻戦、めっちゃいろんなの見てる。はい、あ、クリボ、無事私なんだろう、詳しいですよ、本当に。あ、そうなんですね、うん。なんかね、日本でね、そういうところ行ってもらいたいですね。ですよね。聖地巡礼してほしい。あるので。うん。行こうね。カチャカチャ。はい、そんなラピルスの、あ、ゆえさんも聞きますね、じゃあ。ゆえさんは、あ、日本で気になっているものがあるって聞いたんですけど、일본에서궁금한게있다고들었는데요。무엇인지。맞아요。저희팀장님、그、뭐지、그、따뜻한아이마스크같은거。오、あったかい、ホットアイマスクか。ね、너무저라고했는데、응、근데제가아직안쓰는데근데한번써보고싶어요아まだ使ったことがなくて使ってみたいとのことですね。え、まだ使ったことないんだ。めっちゃ良くないですか。あれいいですよね、ホットアイマスク。はい。でもどこにでも売ってるから、もう帰りに買ってから帰ったらいいかも。薬局で売ってるかも。はい、薬局でマリパラよ。うん、だからすぐ買って試してみたら、うん、飛行機とかで使ってもらって、ピエンゲーソン。すぐに調査して。はい。はい、うん。ということでね、そんなラピルスの日本デビューシングルが本日リリースということで、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ジャパニーズバージョン。早速みんなに聞いてもらいましょう。ゆえさん。はい。曲紹介お願いします。はい。ラプルスで Who's Next Japanese Version 聞いてください。ジャパニーズバージョンをお送りしています。改めてこちらはどんな楽曲ですか。じゃあゆえさんからお願いします。国籍使ってみた。はい、저희タイトル곡은 Who's Next Japanese Version 이에요。
내 자신을사랑하자라는메시지를담고있습니다自分を愛そうという意味が込められている楽曲ということでいいですね、はい、さっきね実は TikTok を、はいね、一緒に撮らせてもらいました。シャナさんと一緒に撮らせてもらっていや振り付けもかっこよくていいですね、うん、ありがとうございます。テンション上がりました。すぐ上覚えちゃってナムちゃんがすごい早くてすごいですすごいです。嬉しいです。びっくりしました。よかった。いや、ファンの方もね、楽しみに待っててもらえたらなって思います。はい。じゃあ、シャンティさん。はい。日本語は大丈夫、難しかったですか？日本語、英語のお料理だよ。ノグマイって。잘모르겠어요。생각보다、제、그、パーツ좀짧은편이어서英語が없어요。ね、声없어요。英語が多い。あんまり日本語のパートがなかったんですね。英語のパートが多かったみたいで。うん、あ、じゃあラッキーだ。誰が多かったんだろう、日本語のパート。でもさっきも結構ラップで日本語聞こえてきたけど。はい。マンネ、末っ子が一番多いかなと思います。今日は来てないけど、その、はい、こう、じゃあ大変だったのか、シャナさん教えてあげました、うん、あ、いや、そんな教えてあげなくても勝手になんか覚えてましたよ。はい。すごい。本当に。でも聞いてても発音良すぎて、みんな日本語すごい。耳がいいんですよ、多分。すごくないですか？ちょっと、感心します。メンバーみんなに。なんか、ミュージックビデオのポイントとかありますか？どこ見たらいいよっていうポイント、誰か。指、コメント多くがあってもポイント있으세요。저는그거처음했을때그카메라가차밑에서이렇게올라가는거진짜멋있어서뭔가라피스진짜우리뮤비가보면진짜좋을것같아요어一番最初の下からこうグワーンって上がっていくところ、はい、そこがいいっておっしゃってますね、はい、저는저희의상이야어衣装シャンティさんは衣装を見てほしいみたいです。大変なご一緒ぞ。あ、いろんなのがあるんだ。いろんなのがあるからかっこいいと思います。とのことですね。いや、もう見なきゃいけないポイントがいっぱいだ。もう衣装も、カメラワークも、皆さんの踊りも、楽しみですね、はい。はい。ということで、一旦ね、お話はここまでということで、この後ラピルスと一緒にリスナーの願い事を叶えていきたいと思います。その前に一旦 CM です。レコメン。この時間は3話シャッターボートレース振興会の提供でお送りしています。3話シャッターはいざという時の商品を作る会社です。だからきっと君のいざという時も支えられると思っています。今就職活動で悩んでいるなら一度訪ねてみてください。先輩たちが君を支える準備をして待っています。3話シャッターどうもボートレーサーの神尾です。アスリートとして食っていきたいあなたへ、俺はボートレーサーの道を選んだ。一度もボートに乗ったことがなくても目指せる夢、未経験からプロになろう。ボートレーサー募集中、詳しくは新ボートレーサー募集で検索。乃木坂46の向井葉月です。吠えろライオンズ、叫べ文化放送ライオンズナイター。今週の金曜日8月4日のライオンズナイターにゲスト出演します。埼玉西武ライオンズが大好きなので、リスナーの皆さんと楽しく応援ができるように頑張ります。文化放送ライオンズナイター、夕方5時45分から。日本の盛り上げ番長、DJ KOO登場。浜松町夏の風物詩、第14回浜サイトの夏祭りが8月25日金曜午後4時から、浜松町北口前浜サイトにて開催。TRF の名曲をバックに、大人も子供もみんなでレッツボンダンス。レコメン20周年おめでとう。あなたの夢叶えまし、開催中。矢吹奈子の、レコメン。文化放送をキーステーションに生放送でお届けしている矢吹奈子のレコメン。11時台はラピルスのシャナさん、ベシさん、シャンティさん、ユエさんとお送りしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かわいいですね。ということで、メールが来ているので読みたいと思います。はい。はい。お、ラジオネームなしですね。
今回いろんなところでリリースイベントをしていろんなご飯を食べていると思いますが、一番美味しかったご飯は何ですか？いつも日本から応援してるラピスです。じゃあ一人ずつ聞きましょうか。じゃあシャナさんは日本出身ですけど、今回一番食べて美味しかったのは何ですか？はい、めっちゃ意外なんですけど、うん、いっぱい美味しいもの食べた中で、うん、コンビニの卵豆腐そうめん風、なんだそれは、が売ってて、気になって買ったらめっちゃ美味しかったです。え、どこのコンビニですかそれ？セブンです。あ、セブンに売ってるんですね。初めて聞いた、はい、新しいやつなんですかね。めっちゃ美味しくて、はい、だからまた買おうと思います。あ、いいですね。それに納豆入れて食べたらめっちゃ美味しかったです。合うんだ。はい。その食べ方多分誰もやったことないだろうから、はい、おすすめじゃん。おすすめです。おー、初めて知ったな。めっちゃ美味しかったので。はい。はい。ありがとうございます。じゃあ続いて、メイシさん。はい。エヴァンさん、もう、マシンのグマにもおごしたよ。美味しいの食べましたか？団子。お、団子。せんべい。せんべい。お好み焼き。おー。もう一緒ち。あとなんだっけ？ひつまぶし。ああ、ひつまぶし。いっぱい食べてる。たこ焼き。たこ焼きが一番。あ、一番。一番は？一番マシンのグマ。はぁ。もっち。あー、もっちでしょ。お団子？団子。お団子、みたらし団子？あー、くにゃん団子？あ、もっち？パ、あ、あ、なんだっけ、柔らかいやつ。わらび餅だ。わらび餅か。確かに韓国のにはあんまりないかも。韓国様にオプチョ。ね、オプチョ。韓国にはないみたいです。そっか。いいですね。いっぱい食べて帰ってほしいですね。はい。じゃあ続いて、ゆえさん。はい。もうマシンズングマニモゴサよ。わ、ちんちゃマニモゴサよ。いっぱい食べたみたいな。くんで、たこ焼き제일맛있었어요。たこ焼きが一番美味しかった。저、미국에있을때、저도たこ焼き많이먹는데、너무좋아하는데、くんで、일본에있는たこ焼き엄청맛있었어요。완전달랐어요。アメリカにいる時にも結構たこ焼きを食べてらっしゃったらしいんですけど、全然日本のと違うみたいです。そうなんだ。アメリカ違うんですね。미국이랑완전다른거예요？네、완전작고、또뭔가거기안에있는그어지마니가그문어도뭔가작으니까근데여기에맛이더다른거많이있고커요。確かに味も違うのいっぱいあるし、形が、大きさが全然違うらしいです。大きい。アメリカより大きい。はい、そうなんですね。いいですね、たこ焼き。はい。たこ焼き。じゃあ、シャンティさん。お、ちょうど많이먹었어요。私もいっぱい食べました。ね。근데、ちょうど、ゆえちゃらん、그、たこ焼き제일맛있었어요。ああ、たこ焼きがやっぱ一番美味しいんだ。あ、もちど맛있어요。あ、もちも。めっちゃ美味しそう。早速かけたいと思います。はい。はい。呼ぼせよって言いますか？もしもしって。もし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 あ、あにゃはせよー。おあにゃはせよあにゃはせよこんばんは。こんばんは。ひなちゃんですか？あ、ひなです。おー、ありがとうございます。緊張してる。緊張してる。ちなみになんですけど、どうして韓国語を勉強しようと思ったんですか？あー、K-POP がもともと好きで、K-POP をきっかけに、韓国とか、韓国に旅行とか留学、行きたいなーっていう気持ちと、韓国人の友達を作ってみたいなーとか、いろいろ思って、よじゅん、こんぶへっそよ。最近勉強しました。すごい、すごい、すごいですね。ちなみに今はどのぐらい韓国語を喋れますか？聞くことはできる、ちょっとだけできるけど、話すことが苦手です。やっぱ、一番最後ですよね。聞いて書くのが最初だけど、話すのやっぱね、勇気、気持ち伝えるのも難しいし、発音が難しいからね。ですよね。なんかちなみに韓国語で、なんか話したいこととかってあるんですか？話せるようになったらいいなとか。友達を作るときに、韓国人っぽい言葉とか発音、これ言えたらちょっと韓国人みたいっていうのを知りたい。韓国チングル만들고싶은데、그때
아, 어, 어떤 아. 거 말하면 친구 더 어. 생길 수 있는지 그런 거. 아니면 오, 한국 한국 사람 같다 이런 단어가 있을까? 같이 밥 먹자. 아, 어, 밥, 어, 밥 먹을래? 좀 뭐 이렇게 이제 뭐라 해야 할까? 밥 먹자. 아, 같이? 같이. 밥? 밥. 먹자. 아, 같이 밥 먹 먹. 아. 어, 이렇게 뭐? 같이. 같이. 같이 밥 먹 먹 자 자 오, 오 그래 약수도 이쇼니 고한 타베요 って 아, 의미 なんですけど じゃあ もう一回 続けて 言ってみますか はい お 세 이어서 한 번 더 같이 밥 먹자 같이 밥 먹자 오 근데 엄청 많이 됐어요 전쟁 스토리를 또 思います 같이 밥 먹자 って 上手ね。うん、上手ね。あ、パッチムが難しくて。パッチムね、難しいですよね。パッチム、はい、緊張してきて、回らない。パッチムっていうのはね、こう、なん、説明がちょっと難しいんですけど、前の、な字につながって、なんて言ったらいいんだ、これ。なんか、英語とかだと、うん、クックって言わずになんか、クックって言うみたいな感じ。音聞こえないけど、みたいな。うん、R とかもある。うん、なんか、ですね。R みたいな、なんかちょっと、下をやってやるのが難しかったりするから。難しい。確かに。難しい。ちなみに、なんか、あれですよね。なんか最近の若い人の間で流行ってる言葉とかも聞きたいっておっしゃってたと思うんですけど。聞きたいです。じゃあシャノさんに聞きましょうかね。はい。なんかありますか、最近。最近流行ってる言葉。なんかこれが言えたら。ワッケン。ワッケン。お、私も。おお。うまいんじゃない。どう、ベシ。言ってよ、英語。え、すごいですね。超よ、すごいです。バッチリ。バッチリ。バッチリ。あ、感謝もね。可愛いベシ。バッチリ。バッチリ。バッチリ。ザワッケン。おお、めっちゃうまい。じゃあこれでバッチリですね。バッチリです。バッチリです。ありがとうございます。はい、ということで、ひなちゃん、これからも韓国語の勉強頑張ってください。はい、頑張ります。はい、頑張ってください。じゃあ引き続き、ありがとうございます。引き続きレコメン聞いてください。はい。またねー。またねはい、ということで、ラピルスの皆さんのおかげで、願い事三つ目叶いましたはい、皆さんありがとうございます。ということで、残念ながら、フリンとお別れの時間が来てしまいました。まあ、森しがりですよ。いやね、寂しい。ということでね、改めてラピルスからお知らせお願いします。はい、私たちラピルスが、明日8月3日、越谷レイクタウン、風で、と、8月6日の日曜日、渋谷タワーレコードでリリースイベントがあるので、ぜひ遊びに来てください。わー、楽しみですね。はい、ということで今回のゲストはラピルスのシャナさん、ベスさん、シャンティさん、ユエさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで最後はこの曲でお別れです。シャンティさん、曲紹介お願いします。国葬で歌ってみた。来てください。ラピルスで、ヒティアジャパニーズバージョン。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。